はい、どうも、イズログです。今日は、ちょっとね、まあ、残留物処理、残留物か、前の、持ち主の人が置いていったやつの処分の続きですね。で、この、でっかいコロナですね、雪国特有の、めちゃくちゃパワーのあるやつで、これ煙突式なんだけれども、これここにいらないですね。まあ、大体ここはカウンターというか、キッチンカウンターっぽくしちゃいたいので、この煙突が邪魔ですね。で、あとはこの建物を見るとよくカメムシが入ってはいるし、で、カメムシがめちゃくちゃ入っている理由として、結構立て付けが悪いですね。なので、まあ、立て付けを全部、まあ、バシッと採寸直してっていうのが不可能なんで、まあ、コーキング剤とかでやっていこうと思います。で、まあ、これですね。まあ、これを一旦今日カードオフに売り行くんで、まあそれの撮影ですかね。まあ、これはどうやってさ煙突取るんよ。基本アングル逆光なのはちょっと勘弁ですね。これめちゃくちゃこうなんだろう、雑な作りなんだけど、これ売っていくらになったのかもやります。まあ、本来だったら自分で売りたいんですけど、まだ来年のゴールデンウィークまで電気が水道を通すつもりがないので、まあ無理。変えようか。でまあ、これ煙突取れたんで、次は、まあ、ちょっと今日持ってこうと思ったけど、まあちょっとパーツクリーナーで磨いて、うん、でダメだったらクズ鉄屋かな。メルカリとかでめんどくさいから売る気にならないですね。はい、まあ逆光勘弁ですね。で、今裏外から煙突外したから、おう、あ、こうやって簡単に外れるのね。へえ。まあ一応煙突取れたんで、まあじゃあちょっとこれで運んできますか。で、まああとはうーりゃ、あ、そうか、本体の灯油か。まあ一応先にここを塞いじゃいます。まあ一応これで塞げば、金のね、今もう紅葉ボンドしかないからさ、ね、ものすごいこう垂らしてんじゃん。まあこれで果たして止まるかって話よね。で、内側から
内側からやって、まあ、外側からもちょっとやろうかなって感じだけどさ。けど、俺このままどれくらいいればいい？どうすっかな。やべえ、結構時間かかる。あ、てか鉄板だからダメかな。これなんだろう、釘かなんかでガン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 打っちゃった方が早いな。どうせ鉄板だし、あ、全然つかないわ。これなんか鉄板ごとなんかぶち抜きそうで怖いんよね。とはこれでボンドでつくかな。まああんな感じ。つってもわかんないよね。はい、で煙突の穴はこんな感じで塞いでます。まあ至る所、これ窓閉めればいいだけなんだけど、多分窓閉めてそのままにすると多分また蜂が巣作りそうな気配なんで、ちょっと様子見っすね。まあ、あとエアコンがここにあって、まあ、ここのエアコンのね、管の通し方なんだけど、結構ここもガタガタないよね。だから結構 DIY で無理くりやってる感じがあるんで、まあ、ここら辺の立て付け、もうちょっと亀ちゃん対策でやってこうかなって感じですね。はい、まあ、あと、まあ、これは後々いをやるとして、あと、ここ。とりあえず、これさえ外せば、はい。まあ、石油はない、灯油はないんで、まあ、OK。まあ、これで、持ち運びが、で、キール状態、あ、あれガスでもつくんだね。状態にはなったので、まあオーバーホールは不可能で、うん、まあ、ハードオフダメだったら、まあ、ここに、秋田にはないけど、浜屋みたいな、くず鉄屋というか、まあ、何かしら買い取りやってるところを当たってみようかなっていう感じですね。あと、このホームタンクのこれどうやって抜くんだろうね。まあ、ちょっとこれはわかんないから、ネジ外して外して、どうすればいいかなって感じ。これ多分床を剥がさないとダメっぽいからな。まあ、来年のゴールデンウィークかな。と、まあ、こんな感じで、じゃあコロナ、コロナだよね。コロナの、コロナ、新型ウイルスのコロナじゃなくて、まあ、ストーブの方のコロナ。まあ、ちょっとこれ売ってきます。残留物処分。